ティルジットの和訳は、ナポレオン戦争中の1807年7月に、東プロイセンのネマン川沿いの町ティルジットで結ばれた、講和条約である。ティルジット講和条約とも呼ばれる。7月7日にフランスとロシア帝国が、7月9日にフランスとプロイセン王国が条約を締結した。この条約により、プロイセンは国際社会での地位を後退させ、 フランスとロシアとの間には協調関係が成立した。ティルジットの和訳を描いたフランスのメダル。ナポレオンとアレクサンドル・アイオが包容している。ティルジットでのナポレオン、アレクサンドル・アイオ、プロイセン王妃、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世1806年、プロイセンはイギリスやロシアなどと第四次大仏大同盟を結成してフランスへ宣戦線布告するが10月14日のイエナ。 アウエルシタットの戦いで壊滅した。ロシア軍がプロイセンの救援に赴くが、1807年2月7日から8日のアイラウの戦いで、フランス軍と引き分けた後、6月14日のフリートラントの戦いで、やはり決定的打撃を受けた。6月21日に三カ国の間で、休戦協定が締結され、6月25日には、フランス皇帝ナポレオン一世と、 ロシア皇帝アレクサンドル一世が講和に向けてプロイセンロシア国境のネマン川に浮かぶイカダの上で会談した。7月に合意された講和条約によりプロイセンはエルベ川異性の領土とポーランドを失いザクセン王国とロシアにも領土を割上させられた。これによりプロイセンの人口は900万人から400万人に縮小した。陸軍は4万人に制限され、 さらに1億2000万フランの賠償金を課せられ、賠償金の支払いが終わるまでのフランス軍の駐留を認めさせられた。エルベ川異性のプロイセンの給料にはベスト・ファーレン王国が置かれ、国王にはナポレオンの弟ジェローム・ボナパルトが即位した。ポーランド分割によって独立を喪失していたポーランドはワルシャワ公国として復活し、君主には ザクセン国王のフリードリヒアウグスト一世がついた。ロシアは第四次大仏大同盟から離脱し、対イギリスの経済封鎖である大陸封鎖令に参加した。また、ロシアがイギリスへ宣戦線することが確認された。スウェーデンに対しては大陸封鎖令に参加させるために、ロシアが圧力をかけることとされ、引き換えにその後のロシアによるフィンランドの獲得が容認された。 地中海では、カンポ・フォルミオの和訳によって、フランス領となったもののロシア海軍が占領していた、イオニア諸島がフランスへ返還された。ありがとうございます。